チャピンムックと学ぼう交通ルール。次のヒントの場所はこっち。いいや、こっちですぞ。あ、僕の地図。ガチャピン危ない。え、ガチャピン助けてくれてありがとう。私は葵。私は葵の父涼介だ。ねえ、私たちと一緒に宝探ししない？その代わり交通ルールをちゃんと覚えて守らないとまた危ない目に遭うぞ。交通ルール？交通ルールはみんなが守らなくちゃいけない大切な決まりや約束なんだよ。そう、人が歩く場所がちゃんと決まっていたり急に道路に飛び出すのはダメなんだ。わかった。みんな次のヒントの場所あっちだよ。まさかです。横断歩道を渡るときには右を見て、左を見て、もう一度右を見て、車が来ていないか確かめてから渡る。僕、交通ルールがだんだん分かってきたよ。私も。私もですぞ。みんなその調子。それじゃ先に進もう。イラストが描かれていますぞ。大きな棒にわし、丘にわし。ガチャピンムックと学ぼう交通ルール。